アメリカ合衆国財務省はアメリカの行政機関の一つ政府の歳入管理を目的として設置された1789年に合衆国議会の法令により設立庁舎はホワイトハウスの東側に隣接財務省は財務長官及び財務官によって管理され合衆国の通貨受け入れ及び管理について責任を負う 財務省は合衆国内で流通するすべての紙幣及び硬貨について、正反印刷局及び造幣局を通じて印刷及び鋳造を行う。また、内国歳入庁を通じて連邦税の徴収を行う。財務官は財務省本体よりも歴史の古い唯一の職である。これは1775年の大陸会議により、 創設された地位であり、その後1789年9月2日に合衆国議会の承認によって財務省が設立された。初代財務長官のアレクサンダー・ハミルトンは1789年9月11日に就任の宣誓を行った。財務省の全職員のうち約98%は以下の12機関に配属されており、財務省から業務を割り当てられている。 アルコールタバコ、火器及び爆発物取締局は2003年1月24日に実施された省庁再編により、その法執行権限はすべて司法省へと移管された。ただし、アルコール税、タバコ税などに関する調税機能は財務省に残留した。また2003年3月1日の省庁再編では、連邦法執行訓練センター、関税局、 シークレットサービスなどの法執行機関がアメリカ国土安全保障省へと移管された。ありがとうございます。